柳瀬昭弘、柳瀬昭弘、柳瀬秋弘、1983年7月8日台は、広島県八日市出身の元プロ野球選手、当主。妻は、タレントの坂井氏より。兵庫県西宮市生まれ、小学1年生時に緑クラブに入団して、軟式野球を始める。3年生時に、父親の転勤で、 神奈川県横浜市のすみれが岡小学校に転校し、山田バッファローズに入団するも5年生時に、再び転勤により、広島県初日地市の四季が岡小学校に転校し、区内少年野球クラブに入団した。いずれのチームでも、投手と内野手を務めた。中学に上がる際に、はさまうちシニアが誕生し、3年生時にはキャプテンに指名された。 八日市私立式が丘中学校時代は、軟式野球の八日市シニアに所属。女水館高校では当初は、投手兼三塁手だったが、二年生の新チームになってから監督の抜擢により、保守に転校。三年生になった際には、エースの故障により再び投手兼三塁手となり、一学年下の田中大介に、正保守の座を譲った田中は、柳瀬さんがいたら、 僕はキャッチャーで出る幕はなかったと語っている。第83回全国高等学校野球選手権、大会の出場を果たし、5番3塁一シで3打席、連続安打を放った。2回戦で、東洋大姫路高校に3の4で敗れた。全国模試では、常時3桁台の成績を残していたため、監督からは、東京大学以外の東京六大学ならどこでも推薦できると言われていたが、 流国大学経済学部に進学、公式野球部に入部する。大学入学後は本格的に投手一本となり、一年生時はリリーフ専門だったものの二年生時には先発を任されるようになる。周期の大阪経済大学戦で1試合18、脱三振のリーグ新記録を樹立し、新人賞を獲得。三年生時に、春季リーグでは6勝を挙げて最優秀選手に、 選ばれた。関西六大学リーグ通算39試合当番、12勝6敗、防御率2.01、199奪三振。平野和は、同学年、同一リーグのエース的存在で、常に優勝やタイトルを争っていた。4年生時に、右ひいの疲労骨折が判明したため、プロは無理と判断し9月に手術を行った。社会人を経て、プロに行こうと考えていたが、 11月18日の大学生、社会人、ドラフト6巡目で、福岡ソフバンクホークスに指名された。本人は、ウエイトトレーニングをしていた最中に、監督の沢良木博から指名を知らされた。予期せぬ指名に、入団とか何も考えられませんと戸惑いを隠せな、方が、11月23日に、小川和夫スカウト部長らの指名挨拶時には、肘も感知していたため、 11月25日に契約金5000万円で仮契約し入団に至った。12月6日時点でキャッチボールができる程度に回復していた。プロ1年目は怪我の影響から6月28日のウエスタンリーグ対広島東洋ガープ戦で9回2点ビハインドの場面で初登板 1C12 類から4番吉田慶にセンターオーバーの2類だより2点を奪われ1回。 に失点だったが、実戦復帰を果たした。7月下旬に2軍を視察した1軍投資コーチの杉本忠が、プレーオフでの右打者封じの切り札として、2軍投資コーチの高山育夫に昇格への仕上げを、要請、8月23日時点で2軍で12試合に、登板し、防御率は4.91で11回を投げ14、脱三振、脱三振率1 1 4 5だったが、 8月25日に、プロ入り初めての一軍練習へ、参加。8月26日に出場選手登録された。8月27日の対埼玉西武ライオンズ戦、7回虫二塁から4番手として、中継ぎでプロ初登板し、4番のアレックス・カブレラを、時速140キロメートルの直球で、ファーストフライに打ち取ると、続く、和田和弘、ジェフリー・リーファーは連続三振。 8回はよし球にながら無失点に抑えた。この時点では2軍でも2人組グは経験していなかった。9月5日の対北海道日本ハムファイターズ戦では7回2点ビハインドから登板し、打者3人を無失点に抑え、以降の試合は僅差での登板となった。9月12日対オリックスバファローズ戦で6回1点リード、2市に3塁から初のホールド機会で登板し、 下山真二に支給を与えたが、的山哲也を抑え、続く7回は、谷義友に支給を与えて降板したものの、変わった、三瀬孝二が、後続の3人を抑えたことでプロ入り初ホールドを、記録した。9月23日対オリックス戦で八回同点から、登板し、支給で西一塁としたところで降板後、変わった、吉田修二が、後藤高村に二塁打を打たれて、 初の失点が記録された。なおこの試合まで、プロ入り後は8試合連続無失点だった。レギュラーシーズンは10試合13回1、3を投げ辞席1で終えた。プレーオフ第1ステージでは10月8日、第2戦に和田武氏の後を受け、5回2点リード1死23塁から、当番中島博之にライトへの犠牲フライを許したが、続くカブレラは、三振、6回表に、 松中信彦のタイムリーヒットで1点援護をもらうと、6回7回を6者連続の凡退に抑え、レギュラーシーズンより先にプレイオフでのプロイル初勝利を手にした。これが2004年以降のパリーグプレイオフにおける初の新人勝利投手となった。また、公式戦未勝利の投手がポストシーズンゲームで勝利を挙げるのは史上初である。続く10月9日、第3戦では、 寺原隼人の後を受け、6回1点ビハインドから、登板し、吉久にながら2イニングを無失点に抑え、登板中の5点の援護により連日の勝利投手となった。第2ステージは10月11日第1戦に7回1点ビハインド、2C12 類から登板、8回に 1C13 類として、降板したが、藤岡義明が金子誠に安打を打たれ0回に、3を投げ1失点だった。 開幕を一軍で迎えた。1試合目から勝ちパターンで起用されたが2試合連続の救援失敗。4月4日の対西部戦でシーズン初ホールドを上げたものの、金差ビハインドで3試合連続の救援失敗と不安定なスタートとなった。4月14日、京セラドーム大阪で行われた対オリックス戦で8回同点にし塁から登板、4者連続の凡退とすると10回に、 金子千尋の押し出し支給、冒頭により2点の援護を得て、レギュラーシーズンでのプロ入り初勝利を挙げた。4月26日の大西部戦で8回1点ビハインド、1死から3安打されながら無失点、9回も無失点に抑え、ブライアンブキャナンのタイムリーでサヨナラ勝利となる2勝目を挙げ、これがプロ入り後本拠地福岡ヤフージャパンドームでの初勝利となった。 続く2試合で連続ホールドと立て直したところで、5月5日の試合前練習中に首痛を訴え、白賀国をチーフトレーナーが、K2 の追加版賞と判断し、一軍登録を抹消となった。5月28日に一軍へ戻り主に、ビハインドからの中継ぎとなる。8月3日対東北楽天ゴールデンイーグルス。戦で4回1点リード西市1塁から登板、5回に、 捕まり、ケンジの二塁打で同点とされ降板、変わった佐藤誠が、ホセ・フェルナンデスに、ツーランホームンを打たれたことでプロ入り初黒星を、喫した。8月5日、再調整のために軍降格。8月29日に再昇格し、9月18日の、対地バロッテマリーンズ戦では12回1点リードから、登板し、初のセーブ機会でプロ入り初セーブを挙げた。 44試合に登板し、2セーブ9ホールドを挙げたが、それ以上に、僅差の登板で失敗し、不安定なままシーズンを終えた。クライマックスシリーズでは10月8日の第1ステージ、第1戦に5回1点ビハインドから登板したが、補正を切ずに、ソロ本塁打を浴びるなどに失点し、活躍はできなかった。開幕1軍入りし、4月10日に抹消され、5月2日に、最小格。 5月14日の対西部戦で5回一し、1、2塁から登板、GG 佐藤にスリーランホームランを浴び、続く6回には、犠牲フライと冒頭で2失点、7回には、平ラムボカチカに2ランホームランなどチームは7失点、自身も、プロ入り最多となる1試合実績後を記録した。しかし次の5月16日からの9試合は、連続無失点と2連続セーブ、3連続ホールドと調子を立て直した。 7月17日に右肩の違和感により出場選手登録を抹消。8月27日に一軍へ戻ったが、9月中旬から僅差の場面で4試合連続の失敗と活躍できず、防御率5.16でシーズンを終えた。4月11日に一軍へ昇格したが、4月11日の対日本ハム戦で再び自席号を記録して、 その1試合のみの登板で4月16日に登録を抹消。8月7日に最小格したものの2試合連続に失点し、8月12日に再び抹消され、シーズンは入団以来最低となる3試合の登板に止まった。9月28日、群馬県内の病院で右肘関節の骨局切除の手術を受けた。1軍、2軍ともに登板なしで終わった。 8月9日に、群馬県内の病院で、右ひい人体再建手術を受け、た。10月1日に、戦力外通告を受けたが、手術後のリハビリを考慮して、育成選手として再契約する見込みと報道され、12月3日に、育成選手契約が締結した。背番号は131へ変わった。 前年に引き続き1軍、2軍ともに登板はなかった。10月18日、宮崎市政目の森運動公園、第二野球場で行われた、宮崎フェニックスリーグの対日本ハム戦で6回1点リードから2番手で、登板、谷口雄也にストレートの支球を与えたものの後続を打ち取り、1回を無失点に抑え、約2年ぶりの実戦復帰を果たした。 全15級中13級が直球で最速時速 145km だった。3月24日のウエスタンリーグ対阪神タイガース戦で9回2点リードから1回を無失点に抑えてセーブを記録し2軍公式戦に復帰し以降2軍18試合で防御率2.91と安定した成績を残し6月7日に支配下、選手登録され背番号が54となった。 支配下選手が育成を経て、再び支配下に戻る、球団史上初の例となった。6月8日に一軍出場選手登録され、6月13日に、福岡ヤフージャパンドームで行われた、対中日ドラゴンズ戦で1037日ぶりとなる、一軍登板を果たした。7回1点リードに二塁から登板し、谷重元信に支球を与えたが、 高橋周平を空振り三振に抑え、復帰当番で4年ぶりのホールドも記録した。7月1日から8月16日までの13試合を連続無失点と高騰、9月4日の大西部戦では10回2点リードから3者連続三振に抑え、育成から復帰後初西部を挙げた。最終的に35試合に当番し、自責点はわずか後、防御率1.63。 脱参進率12.04、自己最多となる15ホールドを記録し、チームを支えるリリーフの一角となった。クライマックスシリーズでは、10月14日のファーストステージ第2戦、10月17日、18日の第1戦、第2戦でいずれもビハインドから登板し、3試合で2回、1、3を投げ、無失点だった。春季キャンプ中盤の紅白戦から違和感を感じ、 右肩ツでリーダ4月9日のウエスタンリーグ対阪神戦で7回から3番手で登板し、1回を無失点に抑えて、実戦復帰した。5月18日に一軍昇格し、同日の対阪神戦で5点ビハインドから登板し、1回を無失点に抑えた。5月19日に本拠地福岡やオクドームで行われた対中日戦で5回2点リードから登板し、 走者を二人許しながらも一回を無失点に抑え、5年ぶりの勝利を挙げた。6月22日から9月1日までの期間は一度前人の走者を返す試合があったものの、21試合連続無失点を記録した。一度も抹消されることなく44試合に登板し、防御率1.52と安定した投球を見せた。開幕を一軍で迎えた。 5月17日の対オリックス戦で12回同点の場面で7番手として登板し、安打と至球、盗塁で虫に三塁としたところで、伊藤光にライトへ犠牲フライを打たれさよなら負けをし、チームは首位間落となった。5月19日に2軍へ降格。5月31日に再び1軍昇格。7月20日の荒垣なぎのトレード遺跡により、 生え抜き投手の中で最古株となった。8月20日福岡市内の病院で右肘内側即腹人体付着部炎症と診断され出場選手登録を抹消された。9月25日に一軍復帰し2試合を投げた。レギュラーシーズンはどんな場面からも登板し、離脱がありながらも40試合登板、防御率2.67とリーグ優勝に貢献した。 クライマックスシリーズは10月16日ファイナルステージ第2戦の回3点ビハインド西2塁から中田翔に2塁打を打たれ走者を返してしまったが自身は0回に3を投げ無失点だった日本シリーズは第3戦のみベンチ入りしたが登板機会はなかった一軍公式戦で1勝1敗にホールド防御率2.79を記録したが8試合の 当番にとどまった。ウエスタンリーグ公式戦では、32試合の当番で、0勝2敗にセーブ、防御率4.80をマーク。一軍公式戦では2試合に当番しただけで、10月22日に、球団から戦力外通告を受けたが、通告後も NPB た球団での現役続行を希望していた。12月2日に、NPB から自由契約選手として公示、 2016年11月12日に阪神タイガースから獲得のオファーを受けると同月18日には入団契約を結んだことが正式に発表された。背番号は66ウエスタンリーグ公式戦では開幕から4月下旬までに13試合の登板でにセーブ防御率0.87をマーク。4月30日に移籍後初の出場選手登録を果たすと 5月2日の対東京ヤクルトスワローズ戦、明治神宮野球場8回裏にセントラルリーグ公式戦へ初めて登板した。この試合後に一旦登録を抹消されたが、6月18日に再び登録されると、20日には球団を通じて、酒井との結婚を発表した。6月23日には、対広島東洋カープ戦、マズダズーム、 ズームスタジアム広島で4点ビハインドの5回裏から、いた。最初に対戦した2番打者、菊池良介のアンダを皮切りに、3番打者、丸加工に2点本塁打を浴びた。その後で一死を取ったものの、5番打者、松山龍平の2塁打を経て、6番打者のブラッドイルドレッドにも2点本塁打。 さらに、二塁打と二つので四球で西万塁のピンチを招くと、打者一順で迎えた菊池にも本塁打を浴びた。結局、一軍公式戦で、自己アーストの一イニング八失点八次席点で降板したため、シーズンの通算防御率は43.20二まで達した。一軍公式戦には、以上の二試合に登板しただけで、10月31日に、 自身2年連続の戦力外通告を受けたことを機に、現役を引退。古巣のソフトバンク球団へ、球団職員として復帰。2018年からは、スポーツ振興部野球振興課スタッフとして球団が運営する、ジュニアアカデミーのコーチを務めていたが、同年6月1日にチームスタッフだった、ホアシカズユキと役職を交代し、打撃投手兼チーム候補として入団した。 空振りを取れる切れ味鋭い最速時速 148km のストレート、落差のあるフォークボールを武器にスライダー、右打者の懐を突くシュートを交えて打者をねじ伏せる。遠投距離は 110m。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。